して魚の、なんだろう、好きな魚じゃなくて魚の部位、尻尾が好きとか頭が好きとか、あ、頭めっちゃ苦いけど好きって人たまにいるじゃん。たまにいるね。どこが好き魚？俺それ。どれ？頭。尻尾好きだからでもやっぱ俺、えぐらい顔どこ、あのね、パリパリやん。そうそう、あー、揚げたやつ。でもさ、あれ食い間違えるとこれ縦になって突っかかるんですよ。あー、ってなる。あの、親知らずの奥の歯茎にスカンとかもね。あ、それそうそう、隙間から食いって全然取れない感じだよ。顔だ。顔が主張しすぎる。あれ、ということですよ。びっくりしちゃった。お前らのそのさ、話題切り替えるときの正常なんだ。ということですよ。何これさ、その問題振るのに必死すぎてさ、何も喋ってなかったよ。君たち、この青のお兄さんのこの感じ、なんていうか分かります？じゃあ行きましょう。これ、読めるか。まあ、はい、カット。まだ俺、よく見てねえんだよ、そもそも。はい、よく見せて。ちなみに、これ、自分は分かってます。嘘？本当？はい、え、本当？自信のは何パーぐらい？なんでお前、マス分かんなかったの？これ分かんの？90パーぐらいです。おー、高いね。トリコと、あ、それトリコと魚だね、確か。へぇ、トリコ。まあでも、さっきの魚と尊いのやつで漢字とあんまり接点ないよっていうのを知ったから、これがトリコになる魚かどうかは分かんないよね。そう、もしかしたらクソブスみたいなやつの、ボラとかかもしれないよね。ボラみたいな感じだ。降りた今。待って、パクりたい。え、マサイズ品種。待って、それスーパーに並んでる？食える、じゃあ食えるか食えないか。スーパーに並んでるかでうんって答えても窓口広すぎるだろ。ヒント、まあ海は確定だよ。でかいんじゃない、ヒント。絞りきれてねえからヒントの何でもいいんだよ。もう海なんだ。俺これとあるゲームで何回もお世話になってる。へー、まあだな。せーの、じゃん。あ、でもトラフグっぽい。待って、なんかトラフグじゃない。え、あ、トラか。あー、なんかトラフグ感ない。トラフグ感だからトラの漢字使ってんのか。トラってはねえんだけどな。マンボウ取り込んだるか、お前。水族館の、お前マンボウって、お前あれは結構弱いんだぞ。すげえ弱いんだぞ、お前。道迷ってそのまま干上がるやつだぞ。タイ。タイ、タイ。いや、めでたいことにはトリコになるじゃん。俺ら可能性ゼロじゃないこれ。しゃーきたー。そーっと削んな。いや、結構釣ってきたから調べたんで。普通にこれ見たときから分かった。そう、あ、それも頭がいいんですね。ほんとに漢字俺割と得意だから。うん、さて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 、え、いいの引いてね。行くぞよ。ガンダカ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 デカデカダティントンパンチン。12。うわぁ、これ3人やってもらおうか。まさか。うわ、すっごいぞ。変えてもらえると思うね。あ、そんなやばいんすか。やばいっす。寂しい。じゃあちょっと、え、どういうこと。理科の実験。俺が嗅ぐんですか。せーの。もっともっと近い。お前離れすぎだよ。もっと近づけよ、もっと近づけよ。いくよ。飛ばした、飛ばした、飛ばした。ごめんなさい。入って、カメラ入ってたの。お前が俺の顔をつけたんだよ。
ーの。水分が何一気に出ようとしてるから、俺今涙と鼻水とよだれ全部こらえてる。あ、そっか。あ、だから、あ、うわそう、今俺多分この状態から動いたらボロボロいく。ほんと足止まっちゃった口からくんの鼻からくん鼻からくん鼻からくんもうちょっとね、これなんかグッてやるいってもらっていきます。あ、これここだね。残りが来た。お前ね、目が。